はい、それではね、問い3番に行きましょう。誤っているものはどれかですよね。で、これ A がすごくこれは長いですから、これ A から読んでいくと面倒くさいですよね。まあちょっとこれ飛ばしましょう。はい。じゃあ B に行きましょう。もちろん B も長いと感じれば C に行ってももちろん構いませんよ。ね。はい。じゃあ B です。被保険者が死亡したとき、被保険者の高額療養費の請求に関する権利は、被保険者の相続人が有するか。はい。まず、健康保険法は大正11年制定の法律ですから、当時は、ね、未支給の保険給付という概念がないんです。そういう時代なんです。もう戦前ですからね。ですから、はい。じゃあ、被保険者が死亡したと。受けてない分は誰が請求するかっていうと、民法上の相続人になります。いいですね。健康保険には未支給という規定がないからですよ。だから、高額療養費であろうと、ね、傷病手当金であろうと、出産手当金であろうと、ね、未支給の分があったら、相続人が請求してもらうことができる。よろしいでしょうか。はい。そして、診療日の属する月の翌月1日から2年を経過したときは、時効により消滅する。はい。まず、ここ、正しいですよね。はい。まず、この高額療養費というのは、月を単位として計算をしていきますよね。1ヶ月経たないと計算が成り立たない。ですから、時効の起算日は、その1ヶ月の翌月の1日です。ね、翌月の1日から2年。はい。で、直書きがあるでしょ？このね、直書きってくせ者なんですよ。というのはね、この直書きがないと誤りだというふうに判断されちゃうでしょ？いい？だって自己負担分を診療日の属する月払えなくて高いからね、ちょっと、お金が足りなくて翌月に払うなんてこともありますよね。そういうことを考えてしまうと、この直書きがないと誤りというふうに解釈されがちですよね。だから試験員はあえて、ね、もうこれ正しいってことバレちゃうんだけど、直書きがあることによってですよ。ね、バレちゃうんだけど、なおってことでね、診療費の自己負担分は、診療日の属する月に支払い済みのものとする。ね、そうしないと、翌月に払ったら、その支払い日の翌日から2年というふうにね、起算日が変わっちゃいますもんね。だからね、この直書きがついているものというのは、ね、解釈上なんか例外があるな、その例外を考えさせないために直書きってつけてるんで、意外とですよ、これ正しいってことあるんですよ、直書きがあるっていうことは、ね、その例外を捨ててくれっていうことなんだから、だから原則論で判断してくれってことだからね。はい、もちろん 100% 正しいとは限りませんけれども、直書きがあるということは、ね、そのままでは罰と解釈されがちだ。だから直書きをつけて、ね、そうしないと正しくならない、そういう作文者の心理が読めるかなんですね。直書きによってこれすぐ読めちゃうんですね。はい。さあ、では C に行きましょう。健康保険組合は規約で定めるところにより、被保険者が保険医療機関または保険薬局に支払った一部負担金の一部を付加給付として被保険者に払い戻すことができる。ね、付加給付として払い戻すことができる。例えば3割、ね、病院の窓口とか薬局で払ったとしますよね。ね、そうしたら払った分の一部を、ね、還付してくれる、ね、一部負担金還元事業とかね、そんなことをやっているんですね。はい。したがってこれ組合、健保組合ですからね、協会はこういうことができないんです。
ですから C は正しい。はい、丸。はい、いいですか。よいしょ。はい。さあ、いよいよちょっと長くなりましたよね。はい。じゃあ、雑魚門、ね、雑魚枝、言いに行きましょう。はい。保健医療機関または保健薬局の指定は、病院もしくは診療所または薬局の開設者の申請により、厚生労働大臣がまず行うんだ。いいですね。はい。いいですか。労災保険と違いますよね。労災病院、ね、労災指定病院などは、労働局長の指定でしたね。一方、健康保険の場合には、厚生労働大臣の指定でしたね。ね、こういうふうに、普段から横断学習ってやっていれば、特別直前になって、ね、慌ててですよ、横断学習をやる必要はないですよね。はい。で、指定の日から起算して、6年を経過したときは、その効力を失う。はい。ね、この指定は6年間。つまり、講義の中ではね、小学校6年間っていうふうに、それと結びつけて記憶にね、留めておきましょうなんて話をするんですけれどもね。はい。こういうふうに何かとこう連想させて記憶をしておく。ね、やはり連想記憶法っていうのは役に立ちますよ。はい。いい。これは正しいですね。はい。そうすると、やっぱりね、この長いところで読ませてね。で、そして時間かけさせて、慌てさせる。ね。常套手段ですね。社労士のね。はい。じゃあ、まずね、これでね、改正がもうあったんで、A からいきましょう。はい。傷病手当金の額の算定において、原則として、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額、各飛ばして、の平均額を用いるが、まあ、大体ね、このガマでは大体合っていることが多い。はい。その12ヶ月間において、被保険者が現に属する保険者が干渉する健康保険。ね。協会だったら協会。ね。一つの組合だったら組合。ね。そういうふうに、現に属する保険者が干渉する健康保険の任意継続被保険者である期間が含まれる。いいですか？はい。そういうときは、当該に継続被保険者である期間の標準報酬月額も、当該平均額の算定に用います。はい。この、ね、12ヶ月間の間に、任意継続被保険者が挟まっていても、ね、その任意継続被保険者の標準報酬月額、これを入れて平均額を算出していくんですね。ね、これは、新しい知識ですね。はい。これはもう知っていたか、ね、覚えていたか、忘れたか。その勝負ですよね。はい。A は丸なんですね。はい。そして、はい。もう答えは D が×なんですけれども、はい。ここのところはね、実はもう改正されちゃったんですね。はい。まず、皆さんが本試験で解くときは、はい、いきますよ。被保険者の標準報酬月額が、ね、26万円で、つまり一般の所得の被保険者ですね。28万円以上だったら現役並み所得ですけれどもね、26万円ですから一般の所得ですよね。はい。で、被保険者及びその被扶養者がともに72歳の場合、同一の月に被保険者が A 病院で受けた外来療養による一部負担金が2万円。はい。被扶養者が B 病院で受けた外来療養による一部負担金が1万円。はい。であるとき、被保険者及び被扶養者の
外来療養にかかる高額療養費は1万8000円となる。はい、70歳以上の場合には個々に見ていくわけですね。で、そして高額療養費算定基準額は、はい、皆さんが本試験で解いていた時点では1万2000円でしたね。とすると、はい、この被保険者が A 病院で受けた2万円が1万2000円を超えています。ね、しかし B 病院、皮膚用者が B 病院で受けた外来療養は1万円で、はい、1万2000円は超えていませんね。したがって、はい、この2万円から算定基準額である1万2000円を引いた、ね、8000円が答えなので、ね、D が×と。はい、いいですか？ここが8000円だから。ところがですね、はい、これはいい？皆さんが本試験で解いてるときはそうでしたよね。ところがもう皆さんが本試験を受けているその8月の1日から実はこの基準額1万2000円という基準額が改正されているんです。もうすでに。ですからちょっとここに下の方にね、書いときましょう。はい、1万4000円になりました。まずはいいですか、1万4000円です。したがってまあこれがもしね、この改正の後でのこの改正が適用されるという形でこの問題解いたとしてもね、その場合には、はい、被保険者が A 病院で受けた外来療養が2万円ですから1万4000円引くと6000円になりますよね。ですから改正後は6000円だから×になるんです。改正後はね、いいですか。改正後は6000円になるから、まあいずれにしても×なんです。ところがです、もっとここ細かくなっちゃったんですね。はい、原則は1万4000円なんですけれども、いいですか、年間の上限、これも設定されてしまったんです。はい、1万4000円かつ、はい、年間上限額っていうのが決められたんですね。年間上限額、はい、これが14万4000円なんです。はい、ですからもうこの問題成立しないんですよね。例えばもうすでに年間で14万4000円足していたら、ね、もうそれ以上負担することがないんです。負担しなくていいんです、窓口でね。でこの年間上限額というのは、ね、いつからいつまでを言うのかっていうと、前年の、ね、8月1日から当年の7月31日まで、はい、この年間というのは前年の8月1日から当年7月31日まで、これを年間と考えるんですね。はい、このようにね、これかつですよ、もうこの D は問題文として成立しないんですよ。だって年間上限額も追加されちゃったんだから。いいですか、ね、だから、はい、この問題は年間上限額が14万4000円に達していないものとするみたいな直書きをつけないと問題として成立しないんです。
ね、でもじゃあ年間上限額14万4000円をまあ考慮しなくてもいいとなったとした場合、はい、1万4000円ですから、いいですか、6000円が高額療養費になると。ね、皆さんが本試験で解いていた時は8000円ですけどね。はい、ですからもうこの例は改正です。はい、ね、平成29年8月1日からのもう改正でね、やはり高額療養費って出ますね。これもう改正されることがとっくに分かっていたので、やはりこれ出してきた。だから皆さん嫌でしょ、もう高額療養費確かに覚えるの嫌ですけども出るんですよね。はい、もうこれは仕方がない、昔からそうです。高額療養費って昔から出るので、ね、これを嫌がっていちゃいけないんですね。はい、まあここがですね、40% 切るぐらいの正解率だったんですよね。ということはこの D の誤りに気づかなかった、だから高額療養費をあまり勉強していなかった、数字を覚えていなかったね。だけどね、他のところを見ると消去法でも D が×だなって分かるんですけど、もしかするとこの A ですよね。ね、はい、同じ保険者であればですよ、ね、12ヶ月の間に任意継続被保険者の期間があったとしてもね、その標準報酬月額も平均の額に含めて計算する。ね、まあ、これを知らないとちょっとね難しかったかなって感じですよね。だから平均正解率も4割弱だと。はい、さあそれでは問い4番に行きましょう。はい、でこの問い4番ですけども、これが約 60% の平均正解率ですよね。で、はい、あがこれ組み合わせ問題でしょ、正しいもののね。で、あが長いじゃないですか、だからあから読むことはないんですよね。はい、いから読みましょう、だって短いですもんね。はい、被保険者にかかる療養の給付は同一の傷病について介護保険法の規定により、これに相当する給付を受けることができる場合には健康保険の給付は行われない。そうですね、介護保険優先の原則で、介護保険が適用される場合には健康保険は適用されないという規定ありましたよね。労災もそうです、労災保険が適用されるならば、ね、健康保険は適用されない、ね、それと同じ考え方を取りますよね。ですからこれはもう必ずいいは正しいと。はい、でこれ正しいものの組み合わせを選べでしょ、で、意が必ずもうこれ正しいのですから、意が含まれてないものは消していいわけですよ。はい、意が含まれてないものって言ったらば、B、それから D、はい、それから E。ほら、ね、もうこれだけで答えは A か C のどちらかだっていうことがわかるわけですよね。はい。さあ、さあそれからんじゃあどっちに行きましょうかね。うでもいいし、絵が長いですよね、これすごい改正点ですけどもね、平成29年度の、ね、長い、だからおに行ってもいいです。いいですか、じゃあちょっと私の場合はまあね、いに近いところでうに行きましょう。はい、健康保険事業の事務の執行に要する費用について、国庫は全国健康保険協会に対して毎年度予算の範囲内において負担しているが、健康保険組合に対しては負担を行っていますよね。はい、×ね。じゃあ具体的にはどういうふうに負担しているかっていうと、被保険者の数を基準として厚生労働大臣がね算定するんでしたね。被保険者の数、はい、被保険者数、
ね、ここも何度も何度も、まあ、過去問で出題されているところですよね。はい、を基準と。ね、そして厚生労働大臣が算定すると。ね、したがってこれうが×ですから、はい、うが入っている組み合わせはもう消去していいわけですよね。正しいものの組み合わせだから。はい、そうすると C、 これがうが入っちゃってますから C が×と。はい、そうするとね、もう答えは A、 あと E が残る。だからこの二子組み合わせ問題というのはものすごく簡単ね。二つもうはっきりね、正しい誤ってるか分かっている、そういう枝があれば答えが出ちゃうんですね。もうあと読まなくてもいいじゃないですか、本試験の場合はね。だけどそうは言ってもね、本試験はやはり、怖いですからね。だから飛ばしていいんですよ。で、後で時間余ったらそこで見直すとかね。はい、全く見ないってやっぱ怖いですからね。はい、それでは、ちょうど「お」が見えます。しかも短いですね、2行ですよね。はい、したがってこの「お」見ていきましょう。前月から引き続き任意継続被保険者であるものが、はい、刑事施設に拘禁されたときは、原則としてその月以後、はい、拘禁されなくなった月までの期間、保険料は徴収されない。はい、さあここのところは2つ間違っています。まず1つ目、任意継続被保険者は、ね、あるいは特例対象被保険者も同じですよ。刑事施設に拘禁されても保険料は徴収されます。ですからここは縦読みでね、はい、任意継続被保険者、保険料は徴収されますから×ですね。はい、さあそれから次です。これがもし任意継続被保険者でなくて一般の被保険者だったらです、いいですか、一般の被保険者だったらどうなるかというと、はい、刑事施設に拘禁されたその月以後、拘禁されなくなった月の前月までの期間ですね。もしこれがうっかり任意継続被保険者読み過ごしちゃって、ね、一般の被保険者と、ね、勘違いしちゃった、それでもね、はい、拘禁されなくなった月の前月までの期間ですね、徴収されないのは。はい、前月ですから、はい、ここは、ね、うっかり任意継続被保険者を読み間違えたとしてもですよ、罰ですよね。でもそんな、ね、読み間違いはできるだけ避けてほしい、まあできるだけではなくて絶対にね、避けてほしいとこですよね。はい、さあそれから A、 これがね、改正点ですね。事業主は被保険者にかかる4分の3未満短時間労働者に該当するか否かの区別の変更があったときは、当該事実のあった日から10日以内に被保険者の区別変更の届け出を日本年金機構または組合に提出。はい、もうこの段階で何書き見なくてもね、罰。まあこの場合の何書きはね、ちょっと違う何書きですよ。なんか説明をしないといけない何書き。ね、何かこの何書きがないと例外があるとかそういう意味の何書きではないですね。はい。ね、これは単に本文の4分の3未満短時間労働者とはどういう人いうかってことを言ってるわけですからね。はい、だから直書きでもね、その直書きがないとどうしても例外がある、だからね、例外を外したいっていう直書き、これは正しいことが多い。こっちの直書きは単にね、語句の説明をしている直書きですからね、ちょっと分けなきゃいけないことがあるわけですね。はい、事業主の届け出って健康保険ではだいたい
5日以内が多いですよね。はい、この10日以内が×で、5日以内。はい、ね、船舶所有者だったら10日以内って出てきますけれどもね、普通の事業主は5日以内ですね。したがって、え、×です。はい。さあ、そしたら、このあに行きましょう。介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき介護納付金。はい。括弧飛ばしますね。の額を、当該年度における当該保険者が勧奨する介護保険第2号被保険者である被保険者の総報酬額の総額の見込み額で除して得た率を基準として保険者が定めると。はい。ね、で、この欄分けはどっち？なお、本文において特定被保険者に関する介護保険料率の算定の特例を考慮する必要はない。ね、それを考慮してしまうと、これ悩んじゃうから。正しい場合と、あれ特定被保険者の場合はどうなんだろうとかね、悩んじゃうから、この欄書き。ね、ないと正しくならなくなっちゃう。例外をね、考えさせてしまうことになっちゃう。で、回答が微妙になってしまうから、この欄書きは正しいっていう意味での欄書きですよね。正しくするための欄書き。はい。そして、今、はい、平成29年度の協会の、ね、全国健康保険協会の介護納付金というのは1000分の 16.5 ですよね。はい、もちろん平成30年度からは変わるんですけれども、これどういうことかというと、分母の1000というのは介護保険第2号被保険者の総報酬額なんですね、の見込み額。そして 16.5、 これが介護納付金の額なんですね。はい、ですからイメージとしては、ね、はい、第2号被保険者、介護保険のですよ、第2号被保険者の、ね、報酬、まあ、お給料の総額が1000だとしたら、ね、16.5 が介護納付金として拠出されるんだっていうことなんですね。はい。そしてここも実は改正がもうすでに施行されているんです。まずね、これ正しいということで丸としておいてから。はい。まず後期高齢者支援金についてですね。これ平成29年度の改正によって全面総報酬割になりましたよね。いいですか？後期高齢者支援金ですよ。全面総報酬割ですよね。したがって協会が拠出する後期高齢者支援金に対して国庫補助、これは行わないということになりました。いいですね。はい、今度はね、介護納付金なんです。はい、この介護納付金について平成29年8月からその介護納付金のうち2分の1は報酬割にすることになった。で、今まではずっと加入者割だったんですけれども、はい。平成29年8月からね、2分の1につき、総報酬割と、ちょっと全部書けるかな。2分の1に、だけにしときましょう。2分の1が総報酬割。え、はい。総報酬割ですか。よしよし。はい。ね。もうだからここも、実はなんでこの問題出したかというと、
もうすでに皆さんが本試験で受けてる最中にもう法改正で変わってるんですよ、ね、そしてまず従来は、ね、全面的に加入者割だった。だけど平成29年8月からは、ね、介護納付金のうちの2分の1が総報酬割になった。そして、はい、平成31年、ね、4月からは4分の3が総報酬割になり、そして最終的には平成32年4月からは全面総報酬割になります。でこういうふうに改正があるものを出してくるっていうのも、これは社労士試験の常答手段ですよね。はい、さあ、ね、ちょっと、字が汚いですけどもよろしいでしょうか、ね、2分の1が総報酬割になった、もうなってるんですね。はい、さあこのように健康保険法はね、高額療養費ももう改正が行われたし、ね、そしてこの介護納付金についてもね、2分の1が総報酬割になったなんていうところ、ね、改正が多いところですからね、気をつけてください。はい、それではね、問3番と問4番解説はここでおしまいにしましょう。